じゃあ、物質系有馬徳永研究室博士課程3年の佐藤達樹です。それでは、時価がゼロでも現れる特殊な磁気光学現象について説明します。でここで言う特殊な磁気光学現象というのは、光が通り抜ける際に起こる現象のことです。普通、空気中を光が通り抜ける時というのは、光が左から右に進む時と右から左に進む時で、その通り抜ける時の速さや減衰率というのは変わらないわけです。でしかし、キラルな磁石という特別な物質群においては、光がこの絵のように左から右に進む時と右から左に進む時で通り抜けやすさが違うといったことが今まで分かっていました。そこで我々はキラルな磁石ではない物質、特に磁石ではない物質において、この光が方向によって通り抜けやすさが違う方向二色性という現象を実現できないかということを考えていました。方向二色性について今まで分かっていることというのは、この表のようになっています。この表は、光が右に抜けやすいか左に抜けやすいかという方向二色性の向きを表しています。この表から分かることは、この方向二色性の向きというのは、磁石の向きと物質のキラリティ、右手形か左手形かといった、この2つの自由度によって決まるということです。磁石ではない物質を構成するためには、右向きの磁石と左向きの磁石を同じ数組み合わせて一つのマクロな物質を組み合わせればいいということがわかります。この時に方向二色性が打ち消さないためには、この表のでいうところの左上と右下や右上と左下のように、磁石の向きは違うけれども方向二色性の向きは同じような2つのユニットを組み合わせればいいということがわかります。このことに基づいて我々が注目したのが、このチタン三番岩という酸化物です。チタン三番岩はこの絵のような構造を持っていて、より詳しく見てみると、このマンガンが6つの酸素に配位されたマンガンオロクラスターが集合したものになっています。このマンガンオロクラスター一つ一つというのは、取り出してみるとこのようになっていまして、特筆すべきことは、この左に書いてあるマンガンオロクラスターを、例えば左手系のキラリティを持っているとすると、右に書いたクラスターは右手系のキラリティを持っているということです。でさらに、チタン三番岩は低温 65K 以下の低温において、この各々のクラスターの上に矢印で書いたように微子的な磁石を生じます。ここで都合のいいことに、左手系のクラスターと右手系のクラスターにそれぞれにおいて逆向きの磁性というのを発現しますので、これによってキラリティと磁石が互いに逆にあったような、この表というところのこの対角、左上右下や右上左下の組み合わせのような組み合わせが、マンガンチタンオン酸においては実現できるわけです。これに基づいて我々は実際に実験を行って得た結果はこちらです。横軸が光の波長に対応している、光のエネルギーになっていまして、縦軸が、表と裏の吸収係数の差になっています。この赤い線で書いた低温 55K においては、確かにこの特定の波長において表と裏で吸収係数に差が生じるということを発見できました。このように我々は磁化がゼロであるチタン三番岩においても方向二色性という特殊な磁気光学現象が出るということを発見することができました。そうですね、資料合成から、研究室で、合成から測定まで研究室でやっています。この測定をするところで、こう表と裏で差が出るということを書いているんですけども、場所が表のところと裏のところってこう空間的に勝手に混ざったりしちゃうので、それを一生懸命揃えて、逆向きに揃えて差を取るということをしなければいけなくて、そこが一番大変なところだと思います。今後の展開というのも大きく分けて2つ方向性があるかなと思っていて、1つは今回方向二色性という現象がキラルな磁石ではなくない、磁性がない材料においても出ることが分かったわけですので、この指針に基づいて、磁性がないけれども方向二色性が出る材料を次々発見していくというのが、一つの方向性としてあるかなと思っています。もう一つは、このチタン三番、この現象を使って物質の磁性を調べるという方向性で、これ表と裏で吸収係数が差が出ると言っていますので、物質中において表の領域と裏の領域というのが空間的にどういうふうに分布するかとか、その2つの領域の間の境界がこうどのように運動するかということを、この手法を用いれば、原理的にイメージングできるわけですので、そういった磁性を調べるための手段として活用していくというのが、もう一つの方向性かなというふうに思っています。有馬研は、分野でいうと、固体物理の実験を行っている研究室で、研究室においては、大雑把に言ってしまえば、物質中において物質中のこう電気的な自由度、電気の流れやすさだったり、
有電性だったりと、あとまあ時期的な自由度ですね、強磁性だったり反強磁性だったりとかも、あとは物質の格子の自由度、こう柔らかいとか歪み、あっち方向に歪みやすいとかいった、そういう自由度、3つの自由度というのをうまく組み合わせて、面白い物理現象や面白い物質開拓というのはできないかということに学生おのおの取り組んでいるというのが有馬研の説明です。有馬研は学生と先生の間の風通しもよく、学生間の風通しもよく、非常に自由にのびのびと研究をするにはもってこいの場所だと思いますので、ぜひ進路の一つとして検討していただければと思います。